皆さんこんにちは、北村光と申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はちょっとね、都市伝説的なものをちょっと占ってみようかと思っています。テーマが2025年の7月問題についてです。まあ都市伝説ご興味ある方だったらね、ご存知かと思うんですけどね。まあ辰木亮さんの漫画で、私が見た未来っていうのをご覧になったことがあるかと思うんですけどね。この本ではね、2025年のね、7月に、ちょっとね、大きな地震が起こって、まあちょっとね、でかい津波が起こるっていう予測をしています。まあね、これでも結構ね、いろいろな過去の予測もね、結構当たってるということでね、この漫画結構ね、評判だったんですけどね。うん。なので結構、今このことについてもね、結構タロット占いで占ってる方とかもね、少なくないと思います。なので今回、ちょっと先の話になってしまうんですけれども、この2025年の7月、まあどんなことが起こるのかっていうのをちょっと占ってみようかなと思っています。まあタロットっていうのはね、まあ近い未来しかを見るのがね、得意な戦術になりますんでね、まあちょっとね、遠い未来を見るのはね、難しいと思うんで、まあもしかしてね、1年後になったらね、ちょっと地球のね、エネルギーとかも変わって、もしかしてそれがね、今占ったものよりもちょっと違う結果になってしまうこともありますからね。まあ今の状況で、まあ2023年の9月段階で、このまま自然体の地球でいったらどうなるのかっていうので、ちょっと占ってみようかなと思っています。じゃあ、まずは2025年の日本、どんな感じなのかっていうのを、まあちょっと、漠然とした感じになっちゃうんですけど、まあ、出たタロットで解釈してみようかと思っています。で、次に、まあ、2025年の7月かな。7月、地震が起こるということで予測してますんで、まず、その7月を焦点に開けて、地震を、と津波を中心にちょっと占ってみようかなと思っています。まあ、あくまでね、まあ、都市伝説的なものですので、まあ、気楽にご覧になっていただけたらと思います。うん。まあ、当たるも、当たらないも発見ですから、では、早速、それら2025年の日本、どんな感じになっていくのかっていうのを、まずは漠然として見ていますね。まあ、この、北村もね、私が見た未来、辰木亮さんの漫画なんですけど、最初、本屋さんでチラッと見たことはあるんですけど、そんなにね、最初、興味なかったんですよね。なんか、小ヤッキーさんが、なんか、宣伝し、紹介してた時に、その出版の、なんか、出版するまでの経歴、なんかそういう動きがなんかすごい、ちょっと興味あったので、それで買ってしまったんですけどね。最初はだから本人が、出版を、なんかね、了承得たわけじゃないんだし、でね、最初なんか偽物が、なんか、出版を、偽物の影響で出版まで行っちゃったみたいな感じのことを言ってて、うん、で、本人は知らなかったということでね、うん、後で気づいたみたいなことをおっしゃってたみたいですよ。うん、だから、それで、改訂版みたいなのを出すことになって、まあ、昔出してた本ですか、漫画らしいのでね、それも結構もプレミア化してるとかって言ってましたしね。では、2025年の日本、ちょっとどんな感じになるのかっていうのを見てみますね。まあ、人によってはね、だから、なんか2024年はなんか人災によってね、なんか人口が削られていくっていう予言をしていらっしゃる方もいらっしゃるみたいですからね。塔が出てるな。なんかほとんど逆位置ばっかり出るんだけどね、ちょっと2025年の日本はやばいかもしれません。というのもね、もうカルマをね、今まで背負ってきたカルマをね、解消しなければいけないっていうのが出てる。そのためにもね、
尖れてるんだよね。だから崩壊して今までね築き上げたものをねちょっとね崩していかなければいけないってことが出てる。だから今までね普通に生活してきたことが常識ではなくなっ、あ、常識、今までの常識とか普通に生活してきたことが一瞬にして裏返ってくるような感じの年になりそうな感じがする。だから今までね、まあ何でもねすぐに手に入れられるものとかがねもう手に入れられなくなるっていうのが出てるかなっていうのが出てる。まあ それはねなんかそれが一応ねメインとはなってるんだけど、まあでもフールが出てるからそれはね浄化するためのねプロセスだっていうのが出てるかな。でもなんかそうだな。しかもねラバーズの逆位置が出てるからね、なんかそれをねだから今までのねそういうカルマ的なものをねだから解消することができるかできないかっていうなんかすごい二極的なものが分かれるような感じがする。だから人災的にもだからすごいまあ二極化する、人人災が起こりやすく人災の影響になりやすいことも、だからそれは二極化の影響っていうのもなんかゼロではない感じがしますね。そうだな。なんかやっぱり日本もね結構ねスターの逆位置が出てるのと忍者の逆位置が出てる、あとはね戦車の逆位置が出てるんだよね。だからねなんかすごいビジョンが見えない割にはなんかそういう将来のなんかそういう設計ができない割にはなんか突き進んでいくような感じがする。だから悪い方向になんか向かって進んでいくような感じがするかな。まあ周囲のところでもねなかなかね逆位置ばっかり出てるしな。まあ女帝がね最後にね出てるからね、だからその周囲の海外からのねなんか最終的にはね海外からのねなんかそういう支援的なものになんか吸収されるような感じなんかな、どうなんかな。ただもう対策がねなんかねタイミングのずれたカードと宇宙の逆位置ともうなんか死神の逆位置が出てるよね。だから今のうちにねもうちょっとね意識はしといた方がいいっていうのは出てる。これはやっぱりやってくる問題だっていうのは出てる。まあだからメッセージとしてはだから今のね現状維持をね意識しなきゃ、だから今の暮らしていること今順風に暮らしていることが幸せだと思いなさいっていうなんかメッセージが出てる感じがするから。あとまあね何かあってもね不可能を可能にすることはできますよっていうメッセージは出てる。だから諦めないでっていう気持ちはある。だからなんかだから今までのねだから生活をねちょっと改めなきゃいけないっていうのが出てるかな。だからそうしないと今そういうねやっぱり塔になっていくっていうのもありますね。まあ富士山の噴火とかもねやっぱりねあるとは思いますよ。今だって結構ね登山マナーとかもなんか守れてないからね、このままだったらもう富士山のね恩恵とかもね受けれなくなってしまう可能性もあるかなっていうのも出てるかな。ちょっと2025年は今のままだったらちょっと暗くなるかなーって感じがする。だから早く気づきなさいっていうのが出てる。だから何でもなんかそう他人事みたいな感じで思っていると逆に自分に返ってきますよっていう感じがするかな。ちょっと2025年不安ですな。まあまだ2年後なんだけど今のうちにねいろいろと考え方をね直した方がいいっていうのは出てるかな。じゃあ次に、2025年の7月地震見ていきます。まあ、
辰樹亮さん曰く、2025年7月に大地震が起こって、ね、津波が起こる、まあ、南海トラフの影響も出てくるんではないのかとか言ってます。なのでちょっと今回はね、だから2025年7月上旬中旬下旬でちょっと地震予測してみます。まあちょっとまだ先の話になるんですけどね、まあ気楽に見ていただけたらと思います。まあね、やっぱり今ちょっと今でもね、結構日本もね結構大変ですからね。いや、2025年の7月どんな感じになるのかっていうのでちょっと見ていきますね。じゃあ地震ですね、地震予測。そんな7月ではない感じはするかな。7月は違う感じがする。なんか正位置ばっかり出てるからね、どうしよう。7月だったらちょっと、じゃあ年間で見てみようかな。2025年の地震の起こりやすい月、ちょっと見てみようかな。では2025年1月から12月まで日本の地震の予測見ていきますね。だろう。でもなんかソードのエースが出てるから、だからこれはね別に悪いか、まあちょっと微妙なカードなんだけど、いいカードでもあります。ネガティブではないです。まあ中だから、そんな指針カードはね悪くはないんだけど、でも7月がこれでしょ。7月相当の6の逆位置、まあ良くないんだけどね。これはね、困難が続くとか、逃げ耐えきれないとかっていう意味。逃げきれない。逃げきれない。1月と2月、4月、6月、8月、9月、11月。そのあたりがちょっとね、良くないみたいな。ちょっと危険ですよっていうのは出てる。注意した方がいいですって言われてるかな。でもなんか10月かな。あ、じゃあ8月かな。8月がちょっと意識しといた方がいいかなっていうのは出てるかな。まあこんな感じかな。7月はちょっと違うかなーっていうのは出てるかな。まあちょっと違いますかね。じゃあちょっと津波を見てみますね。次は津波。
まあ津波とか言っても、津波とか言っても日本、あ、地震がね起こらないとちょっと津波はね発生しないとは思うんだけどな。ではちょっと津波で見てみますね。2025年の津波の予測。でも津波もね、だからこれはねワンドの4が出てるからね、これはねいいカード、安定するっていう意味のカードなんだよね。まあ全体的にちょっとね逆位置割れてる、1月2月でしょ、まあ、3月5月、まあ塔とかがね出てないからねまだいいけど、まあ運命の輪の逆位置が一応5月に割れてるから、あとね、アルケミ、錬金術のカードも出てるからね。まあちょっとネガティブなカードは出てるけど、指針カードが一応まあ安定するとかねって感じのカードだからね。まあそういうことはないかとは思うんだけどな。まあちょっとこんな感じでね7月を占ってみましたんで、まああくまでねご参考までにお願いします。まあまだ先の未来のことなんでね、まあまたで気分気が向いたらまた未来に占ってみようかなとも思っています。まあ気楽にまあ見ていただけたらと思います。ただなんか災害だけじゃなくて、だから全体的な影響でなんかちょっとね今までねその今までのねものがね降りかかってくるような、まあ浄化的なものが起こりそうな感じがするっていうのは最初で占ってみましたんでね。まあでも結構2025年のことをね結構ね危惧する方って結構ねいらっしゃるのでね、まあだからといってね、今できることはね自分の生活をにね感謝することだと思いますんで、まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。